ひろみ町は、愛媛県の南予地方にあった町。東隣の日吉村と合併して、紀北町となり、自治体としては消滅した。四万十川の上流の一つ、ひろみ川他の流域で、わずかに盆地が開けた、中山間地であり、農林業地帯である。町内を流れる河川、ひろみ川から取ったもの。ただし、決定をめぐっては、曲折があった。 合併協議会総務委員会は、公募で最多数の地方名、紀北で合意したが、報告した全体会議で議論百出し、結局、差し戻された。新たに、広見と山野名、高月等提案、投票の結果、広見で決着した。なお、紀北とは、広見町をはじめ、松野町、日吉村、三県町を含む北上郡北部地域の名である。 広見の地名は、紀北町となった今でも広見中学校や、広見郵便局などの施設名に残る、広見町の系譜。町村製紙工事、ゼノベ、吉波、西中、聖富士、国縁甲府寺村、清信、沢松、内深田、東中、大地区、生田、清水、愛寺村、あぜや、西野、奈良、北川、 芝村昭和30年3月31日、中野川合併、金久し朝日村金、江町広美町、長野市、小倉、小西野の、上川泉村、平成17年1月1日、岩谷合併、沖野木北町、出目、広美、下尾野、小松三島村、久保、延川、川、上井、三県町、 日吉村、阿昭和16年11月10日、調整志向、近営町へ。衣装は33年8月1日大技瀬延を三県庁へ、協会変更。右平成17年8月1日和島市と合併。日吉村の合併以前の系譜は、日吉村の記事を参照のこと。運行本数は少なく、通学等の利用が主体となっている。なお、高知県の西とから、 宇和島市内の高等学校へ通う生徒も少数ながらいる。ありがとうございます。